うまい。この動画は飲酒動画。あの酒メインじゃないんだけど、もう飲んでね、この楽しい感じをね勝手に味わって勝手に放り投げる動画ですよ。ここの歩行、右側のルートで結構あっさりタッチダウンされることがあるんで気をつけていきたい。真面目に実況。ちょっと今走ったら逃げれるかなと思ったんですけど、塗りがちょっと甘くてやられてしまった。なんか復活が遅かったけど、ペナルティつけてる、もしかして相手の人。そんなわけないか、そんなわけないよね。そこにボム転がしたら逃げるやろ。で、後ろから、若葉吐いて、おえーじゃねえんだよ。あーちょっと、二人とも攻撃当たらんけど、さてどうしたとこなんですけど、あ、でもあんだけ攻められてもまたカウント20なんや。なんかいけそうな気してきた。あ、逆に言うとあんだけ攻めてもカウント20やから、ちょっとあれやねんけど。で、今、味方が右から歩行をガンガン攻めてくれてるんで、あそこ、これ、あ、バリアの人を、裏取りしたいけど、なんか着地してる。で、止めたいんだけど、あんまり追いかけるとやられちゃいそうだから、ねえ、だけらっちょ。あー、ちょっと待って。私、無防備やめて。噛みまくり酔っ払いベロベロ実況でね。出てくんな、この。ガチギレ。あ、ここ右。味方の歩行それ。味方の歩行でも敵の歩行でも何でもないじゃーんと。割るよ。もう割るわ。まあ割る。任せて。ここ持たせたら先般級の働きするからさ。そこ。味方どこ？やっぱ右から行ってくれんのかな。あ、味方攻めてる。ナイス。ついていく。もう、連れてって。あ、なんかお留守やで。ラッキーなんちゃうん、これ。来た？やったー、カウントリードした。なんか知らんけど、散歩してたらリードした。みんなありがとう。あ、もうなんか突っ込まんでいいような気してきたで。この辺ちょっと俺塗り固めとこうかな。で、すぐに、カウント残り1、すげえ。何が起こってんのは、これ、あれやで、無ポ目線で言うと、あー、なんかもう何も見てないっていう何も見てない目線っていう不思議な目線でちょっと、お届けしてるんだけど、ここが右から抜けてくる。で、どんどん、塗り進めてるから。うわー、危ない。倒した。オッケー。止めた。なんとか止めた。これ。あるかもしれん。4戦4敗ぐらいで来てるけど、これ来てるんちゃいますかね。おーっと、あもううわーしか出ない。ガチマッチもたまにはありなんちゃうかと。で、ほこ見失ったけど、んどこ、あ、これ敵と、おお、あー、やられてしまった。うわー、カーボンローラーが、ここに隠れてる、気をつけてね、みんな。そう、クリアリングしっかり、ナイス。で、なんか、泳いでる影が見えたけど、着地してびっくりした。で、あれはもう知らない。後ろにボム投げたら、ボムで、どうにもならない。やべえ、これはやばい。せっかく残り1まで運んだから、ここはしっかりと抑えて勝ちたいから、もうこれ、勝ちたいから、あ、オッケー、ナイス。で、割ったら多分負け筋を作ると思う、これは。そう。あ、割んの。割るんやったら、こもろ。せこい。
考えがせこいけど、もうそこで、連射してるだけで多分いけると思う。もうホーム帰っておいて、前出るから、俺たちが前に出るから。あー、やばい、それあかん、嘘やろ、おあぶねー、やばい、割られたらダメ、ボムで、オッケーギリギリなんとか今一瞬タッチダウンされるかと思ったんですけど、なんとか勝ちましたね勝つと思ってなかったでしょう、私もですよというところでありがとうございました。飲んだくれてガチマッチ潜っていくんですけども、今もう早速上向いて首が座っていなかったで、どうするかっていうと、久しぶりにガチホコやってるんですけども、飲みまくってね溶かすよもうなんか財産溶かす系動画みたいなそういうね不思議な動画を今お届けしてると思います。はい、全滅ありましたひでえ。いや、そうじゃねえんだよ。止める。止めたいんだけど、若葉がバブルに翻弄されてる。あ、ここがそこなんや。あれ、邪魔やな。これなんとかせえよ。いや、俺がなんとかすんだよ。で、味方が、ここ取ってくれて、で、上から撃ってきてるから、威嚇して、あーっと、ごめん、バリア間に合わへんかった。もう、しゃない、許して。で、この辺に隠れても、ちょっと厳しいんで、走って逃げまーす。バイバーイと。で、そこ、裏を取る。裏通りもしたけど、ダメだった。みんな強いな、やっぱガチマッチの人ら。まあ、まだね、リードされたと言っても、僅差なんですよ。なんで、こっからまだ巻き返すチャンスは大いにあって、で、これ一旦ちょっと敵に割ってもらった方がいいよ、それ。死んじゃうって。死ぬな、味方。おう、取り返してる。ナイスやな。やられた。今、割らされたんかな、ちょっと。なんか右から、ボム投げてくる気配を感じたけど、なんか来るんやろ、来るんちゃうの。ここを取られた。あー、バリア間に合わん。なんかもう気づいたけど、なんかもうね、シューター扱ってる時なんかもう喋ってても喋ってなくてもなんかもう腕前変わらへんような気がするからこれはね、アルチューの動きしてたあー、やばい、それダメ、止めたい、させちゃダメだ。転がってボム転、ダメだった。やべえ、結構いい位置に矛がいて、あ、やばい、全滅入ってタッチダウン。いやー、これは一方的もうコジャッチ君ドヤー感がすごいもう何動画、ムーポン酔っ払い動画でしたはい、ではここまで、ムーポンがお送りしましたスプラトゥーン2実況、ご視聴いただきましてありがとうございました。現在ですね、左上の方に、チャンネル登録が出てると思いますが、もし気に入っていただけたようでしたら、今後もですね他の動画上げていきますので、よければ登録して、チェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。